皆さんこんにちは、キューガルのアスナです。今日は10月号で特集されていたピンクハートの秋コーデを紹介します。最初のコーデはガーリーなティアードワンピースのコーデ。このワンピースは全体のシルエットがとっても綺麗。袖がふんわりボリューミーで、手首のところに絞りが入ってるところが可愛いよね。肩の部分もギャザー入りパフスリーブになってるよ。スカートのふんわり広がるシルエットが最強のガーリー感を演出してくれてる気がする。このリボンは取り外しができるよ。コーデ全体はこんな感じ。ラブトキのショルダーバッグとアーベイベイのショートブーツを合わせてみたよ。さっき回転した気がするな。そうやね。このワンピースを着た私のコーデ写真がキューガル10月号に載ってるから、ぜひ探してみてね。2コーデ目です。大きなフリルの襟がついたフリルカラーのブラウスシャツとハイウエストのスキニーパンツを合わせたモノトーンコーデ。差し色にラベンダーカラーのラブトキのミニリュックを合わせてみたよ。ゆったりしたサイズ感のブラウスだから、146センチで150着用だと後ろがダボッとするんよね。こんな時どうやって着たらいいのか教えてね。このコーデのポイントはフリルのついたこの大きな襟。大きな襟は顔を小さく見せてくれる効果があるよね。もちろんこのリボンも付け外し可能。袖がとってもボリューミーだから、これ1枚でコーデが決まっちゃう。スキニーパンツはハイウエストだから足が長く見えるよ。ストレッチがしっかり効いてるので美脚効果があるのが嬉しい。私は白と黒の2色を持っているよ。スキニーパンツはピタッとするので、やっぱりとっても動きやすいよね。スキニーパンツはこんな風にいろんな着回しができるのも嬉しい。ちなみにさっきから履いているこのスニーカーはピンクハントとキューガルのコラボスニーカー。めっちゃ足長効果があるよ。4コーデ目です。キューガルフロッグのピンクハントのショルダーバッグとパーカーとチェックのキュロットパンツを合わせたコーデ。パーカーは短め丈でスタイルよく見えるし、袖もふんわりしててとっても可愛い。フリルの切り替えがついているからパーカーだけど女の子らしく着れるね。キュロットパンツは丈が短めなのでハイソックスと合わせだよ。ウエストが5枚に合ってるのでとっても着替えやすいから学校にもおすすめのコーデです。モコモコの履き方を合わせてみると、結構いい感じ。もちろんこのコーデもとっても動きやすい。最後のコーデはパーカーを着回してクールなレギンスコーデ。リップもクールな赤にしてみたよ。レギンスのポイントはロゴとラインのデザイン。ラインが入っていると足長効果も狙えるよね。ダボっとした大きめトップスと合わせても可愛いかも。とっても履きやすくてスポーティーなコーデにも大活躍しそうなレギンスだよね。私は動きやすい服が好きだからこのコーデが一番楽ちん。いろんなトップスと相性が良さそうなのでおすすめのレギンスだよ。以上、アスナのピンクハント秋服紹介でした。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくね。私も YouTube をやっているので、よかったら見に来てね。バイバーイ。